こんにちは東樹です、えー、今回はこの「言論ゼロ観光客の哲学の内容をコンパクトに紹介する動画シリーズ第3回、えー、今日はこの本の第2章「政治とその外部」をご紹介します、えー、この章は、えー、この本のある意味で要です、えー、そしてここの部分でこの本が過去の政治思想政治哲学とどのように違うのかということを説明しています でそこではどのような話をしているかというとですね簡単に言うと今までの多くの哲学というのは、えー、人間というのが人間らしくちゃんと大人になって成熟するでそういう大人になった人間たちが集まって国を作るでそしてまともな国が集まって 国際社会を作るそういう成熟や大人の大人になるっていう物語の中で哲学を考えていたという話をしていますそして僕がこの本の中で考えようとしている観光客というのは実はそのような哲学的な伝統の中では一番考えにくいものだったという話をしていますでそこではいろんな対立軸が出てくるのですが一つ重要なのが人間と動物という対立です この対立はこの本の中でずっと使われるものになるのですが僕がこの第2章で言おうとしているのは観光客というのはある意味で動物的な存在であるけれどもその動物的な存在を排除して哲学を作ってきたのが今までの19世紀20世紀そして21世紀に来るまでのこの長い間の政治思想の伝統だったという話ですしかしこのグローバル化が進んでいる今僕たち人間もまた一個の動物であるということが明らかになりつつある。 そのような時代に人間の動物性を考えないでもしくは観光客がいっぱい湧いてくるようなこの現実を考えないで政治思想を考えることはできるのだろうかと。 そのようなことが僕の問いになります。えー、過去をさらって新しい問いを、えー、提起する、えー、そういう要になるのが第2章です。えー、ここの部分、実は様々な読者さんに、えー、政治哲学や政治質を勉強する上でとってもまとまっていて教科書にも使いやすいという評判を得ているので、ぜひ学生さんなどもですね、あのー、読んでみてください。勉強になると思います。よろしくお願いします。ではまた次回。